吉野丸は近海優先が台湾航路で運航した火客船である。前身は北ドイツロイド社の火客船クライストで第一次世界大戦の戦時賠償として日本が取得した。太平洋戦争中期には病院船として運用されたが、戦争後期には軍隊輸送船に用途変更となり、1944年に アメリカ海軍潜水艦に撃沈されて約2500人の大量死者を出した。同型船、ヨルクの船影。本船は1906年、ドイツのシーハウ社の団地秘造船所で下脚船として建造された。船首は北、ドイツロイド社で同社の将軍急脚船の一席としてクライストと命名される。クライストの基本設計はドイツとオーストラリア、 極東を結ぶ、航路用の中型客船で、外観は3層の長い上部構造物に細長い1本、煙突、傾斜した2本のマストを備えた。総トン数は約9000トンで、石炭機の4連製レシプロ機関2機により、スクリュー2軸を駆動して、最高速力17ノットを発揮した。この当時の北、ドイツロイド社は、1 8 9七年浸水の、 カイザービルヘルムでアグロッセを皮切りに、1903年浸水のカイザービルヘルム2世など高速大型客船を大西洋航路に次々と就航させており、それらに比べるとクライストは小型であった。竣航したクライストは予定通り主にスエズ運河経由でドイツとシンガポール、香港、上海港、神戸港、横浜港を結ぶ極東航路に配線された。 1907年後半以降、毎年数回は、神戸や横浜に寄港している。1914年7月の第一次世界、大戦勃発時も、クライストは、極東航路に就航していた。ドイツとイギリスの海戦直前に、ドイツの船会社は、自社の所属船舶に、イギリス領の港湾を離れるよう指示した。クライストは、中立国のオランダ領東。 インドに属するパダンのエマハーフェン港に避難して戦争期間を過ごした。同年11月にドイツ巡洋艦エムデンの生き残り乗員が操縦するスクーナーアイシャがエマハーフェン港に立ち寄った際にはクライストの乗員たちがタバコやワインなどを分け与えて歓迎している。ただし大内健治は第一次世界大戦中のクライストはバルト海の港に係留されていたとする。 1919年に第一次世界大戦がドイツの敗戦で終わると、クライストはイギリスに開港された。第一次世界大戦で敗戦国となったドイツは、連合国に多額の戦時賠償を支払うことになり、生き残ったドイツ商船の多くも現物による賠償として提供されることになった。クライストは、その他六隻の商船と共に、連合国のうち日本への賠償に割り当てられた。 この賠償船7隻のうち、クライストを含む4隻は、日本政府から日本優先に無償対応の形で、開港作業が委託されることになり、クライストは1920年11月9日に、日本側が受領後、同年11月28日に、イギリスのリバプールを出港。翌1921年1月23日に、賠償船第1号として、横浜港に到着した。 日本政府は開港された賠償船を国有して、当面は民間に運航委託しつつ、時期を見て売却する方針を取り、クライストについては、大倉省を選手として、運航受託者の日本郵船との間で賃料を、最下重量トン数1トンにつき月額30セント、する賃貸借契約が結ばれた。日本郵船は、クライストを欧州航路に投入することを計画したため、 欧州航路に就航中の箱根丸、白山丸などのエッジ型火客船と同様に神社にちなんだ船名をつけることとし、1921年12月13日、吉野神宮に由来して吉野丸と改名された。大倉昌平さんの明治大正財政史によれば、日本郵船の運航船となった元船は、郵便定期航路である横浜イコールロンドン線の大船、または、 低新省命令航路である横浜イコールメルボルン線の大線として使用された。ただし、松井は欧州航路には就航していないとする。その後、吉野丸は日本優先金海部の運営する台湾航路に投入され神戸港イコールキールン港線に就航した。神戸イコールキールン船は途中で文字に寄港して2泊3日の工程であった。イタリアから輸入された客船、 朝日丸、大和丸と組んで三隻合計で毎月六便の定期運行を行った。1923年4月に日本優先近海部は近海優先として独立。その後、1929年5月4日に吉野丸は大倉省から日本優先に払い下げされて完全な民間船となり近海優先に同日譲渡された。 1937年に日中戦争が勃発すると同年8月1日付で吉野丸は日本陸軍によって機関要船形式で徴用された。主に宇品と上海の間で軍隊輸送船として行動。1938年8月2日に一段開用されるが同年10月25日に再徴用された。 陸軍に徴用中の1939年9月8日、選手の近海優先が日本優先に再合併されたことに伴い、吉野丸は日本優先の所有に戻っている。1941年12月に太平洋戦争が始まっても、吉野丸は引き続き陸軍徴用船として行動した。日本軍占領地であるフィリピンやマレー。 ビルマ方面への輸送任務に従事する。1942年5月には、占領地行政要員を派遣する特別任務のため、同じ元ドイツ商船の太陽丸と共に第109船団に加入し、文字から出港から間もなく太陽丸が撃沈されるが、本船は残存船を引いて台湾の魔港に入港できた。6月7日に、 シンガポール到着後、負傷兵の構想を任務として、ラングーン、マニラ、香港などを結んで航海を続けた後、同年9月17日にシンガポールを経って、同年10月6日に、ウジナに帰着した。1942年10月、吉野丸は、三菱重工業広島造船所において、陸軍病院船として改装され、白色塗装や赤十字標識が施された。 病院船となった吉野丸は大連方面の患者輸送を手始めに1943年に入ってからは台湾やフィリピン、パラオ、ニューギニア島、ラバウルなど南方からの患者輸送に従事した。1944年7月、輸送船不足に対処するため吉野丸は三井玉造船所で軍隊輸送船に改装された。吉野丸は フィリピン増援任務の関東軍将兵4個、大体5012の5063人と、軍事物資4000立方メートルを搭載。大内健治によれば、同年7月12日、輸送船11隻、護衛艦6隻の船団の一員として、文字から台湾の高尾に出港した。7月27日に中継地の高尾で輸送船7隻が追加され、未船団の一つである。 未十一戦団としてマニラを目指すことになる。吉野丸を含む未十一戦団は7月29日に高尾を出港してマニラへ南下したが7月31日未明にダルピリ島西方でアメリカ海軍のウルフパックである第17.1号任務軍の襲撃を受けた。同日午前3時40分頃戦団の5番戦であった吉野丸は 右四十五度方向からの魚雷三発を至近距離に発見したが回避の余裕がなく二点三番戦争に一発ずつ命中して浸水のため右縁に傾斜まもなく逆に左縁に傾斜して選手から沈没したわずか七分間で沈没したため救命ボートのうち正常に降下できたのは一隻だけであり船員三十二から三十五人を含む二千四百九十五人が 戦死する惨時となった。大内健治によれば、太平洋戦争中の日本輸送船の人的被害としては10番目に多い。吉野丸を撃沈したのは、アメリカ海軍潜水艦、スティールヘッドで、北緯19度05分統計120度50分、北緯19.083度統計120.833度、19.083、19. 120.833の地点である。なお、 この時の戦闘により、未11戦団は、吉野丸を含め輸送船4隻が沈没、2隻が損傷する大損害を被った。クライストの選手であった北、ドイツロイド社は、戦前に客船40隻余りを保有していたが、残存船のうち16隻をアメリカ合衆国、14隻をイギリス、8隻をその他の連合国に供出させられて、壊滅状態となった。 日本に割り当てられた賠償船は1920年にクライストのほか、カップフィニステレ、ウェーゼル、メクレンブルク、ノルマニア、ビーレフェルトの象計6席。1921年にウィトラムが追加で総計7席。このうちメクレンブルクとウィトラムはイギリスでそのまま売却され、ウェーゼルはスパ会議で決定された。 日本のベルギーに対する船舶補填に流用されて、ベルギー政府に引き渡された。日本郵船は、同じく戦時賠償として、日本が取得した、旧ドイツ客船、カップフィニステレの運航も打診されたが、同船が、ラプラタ川ワソ公用の浅木水設計で、運用上問題があるとして辞退したため、東洋汽船が太陽丸として受託している。ノルマニアは、栗林商船、 ビーレフェルトは太陽海運が運行受託した。ありがとうございます。